はい、皆さん、こんにちは。ゾンビ先生です。学校でやった怖い話、実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、前回ちょっとね、校長にやられちゃいましたね。悔しすぎるんで、もう一回ここからリベンジマッチでございますよ。やっていきましょう。僕は、ハッとした。僕は、まだ死にたくない。死ぬ前に、まだやりたいことがたくさんあるんだった。そう思うと何かしなければという気持ちが無気力の中から湧き上がる。僕はその時ふと新井さんの話を思い出した。校長が生贄になる生徒を選んでいるという話を。本来ならば僕はこの学校に来るべき人間ではなかったのだ。それを校長が操作したために僕は合格してしまったのだ。ならば校長室に行けば何かわかるかもしれない。さあ行きましょう校長室へ。そんな考えが僕の頭をふっとよぎった。僕は重くだるい体を起こし学校に行ってみることにした。ずっと家の中に閉じこもっていたせいか、真昼の日差しは僕にはつらい。太陽までもが僕の邪魔をしているようだ。思わずくじけてしまいそうだった。それでも僕は最後の気力を振り絞り学校へ重い足を引きずっていった。さあ来ました。夏休みの学校、静かです。学校は驚くほど静かだった。運動部の連中が練習をしていてもいいはずなのに、今日は揃って休んでいるんだろうか。それに旧校舎の取り壊しはもう始まっているのだろうか。ならばけたたましい工事の音が聞こえてもいいはずなのに。不気味ですね。でも今の僕にはそんなことは関係ない。僕が学校に来た理由はたった一つ、校長室に行くことなのだ。そうなのだ。校長と死を決するのだ。そういえば家を出てからずっと人形が僕のそばを離れない。僕を見張っているのか、だんだんと僕との感覚も狭まってきたような気がする。なんか近づいてくるんだね。なんかやだな。最後の時が近づいてきたということか。校長室の前まで来た。誰とも出会わなかったのが不思議なほどだ。でもいい、もし誰かに出会って今の僕の顔を見ればきっと幽霊と見間違えただろうからね。え、やつれちゃってるんだな、呪いでな。校長室のノブに手をかける。なぜか鍵はかかっていなかった。それはまるで罠のように思えた。どうする、入るか。入るよ。これはさすがに入るよね。え、僕にはもう残された時間がないのだ。ここで悩んでいる余裕はない。僕はノブを回し重い木の扉を開いた。ねえ、ちょっと今回こそ生存ルートあんのかね。中はさすがに校長室らしく豪勢な作りだった。どこを調べてみるか。これでまあいろいろ調べてたんだけど、結局だから机の上だったんでね。僕は机の上を調べた。きちんと整頓された机。机の上に置かれているのは高価そうな筆入れと1枚のポートレートだった。このポートレートがね、ポイントですよ。僕は何気なくそのポートレートを手に取ってみた。幸せそうな2人が写っている。多分不死なのだろう。そういえば僕は校長先生を見たことがなかった。めったに人前に姿を現さないのと有名で、入学式の時さえ挨拶をしなかったことを覚えている。なのにさ、でさ、まあね、息子さんがね、この後明らかになるんですけどね、え、息子さんが新井翔士くんが死んじゃってみたいな話なのにさ、なんか前回の動画ね、見ていただいた方は分かると思うんですけど、なんかスナックとか言ってるんですね。なんかちょっとそこ矛盾してねえかと思うけど、この人の良さそうな顔をした少年の男性が校長先生なのだろうか。僕はその息子と思える少年に目を留め、ぎょっとした。新井翔士、その写真の中で微笑んでいる少年の顔は紛れもなく新井翔士だった。そして僕は思い出した。校長先生の名字が新井であったこと。まあまあ、でもよくある名字っちゃよくある名字だもんね。どうして今まで気がつかなかったのだろうか。僕のポートレートを持つ手が震え、思わず落としてしまった。パリン。ここの音なかなかリアルですね。ガラスが割れ、中から一つの鍵が出てきた。どこの鍵だろう。僕はその鍵を取った。そして落ちた写真をもう一度よく見直した。新井は実在した人間だったんだ。
そしてあろうことか校長先生の息子だったんだ。ではなぜ、なぜ新井はこの学校の生徒を語り、僕たちにあんな話をしたんだろうか。彼は何者なんだろうか。このまま考えていても仕方がない。僕は他を探すことにした。どこを調べようか。さあ、これで机の上行って、で机開けるんだったよね、確かね。机、僕は机の引き出しを調べることにした。ダメだ、鍵がかかっている。頑丈な作りでとても壊せそうにない。そうで、普通に調べるとこうなるんだけど、さっき鍵持ってるんで、そうなんですよね、続きがあると。僕はポートレートから出てきた鍵を引き出しの鍵穴に差し込んだ。ぴったり合う。引き出しの中には難しそうな書類の奥に隠すようにして一冊の古い日記帳が入っていた。読んでみるか。読んでみますよ。これ読まないって選択したらどうなるんだろうね置いておこうみたいな感じになるのかな。読んでみる。1900年8月9日、今日庄司が死んだ。まだ17歳だった。庄司は何も悪くない。脳一血だった。なぜ死神は庄司を選んだのか。神を呪う。8月24日、庄司のことが忘れられない。目を閉じれば自然と庄司の笑顔が浮かび、笑い声が耳に入ってくる。庄司が忘れられない。庄司が生き返るならば私はどんなことでもしよう。10月7日、日が経つたびに庄司の思い出は私の中で広がっていく。ついに私は去る高名な人形師に庄司の人形を作ってもらうことにした。この人形が庄司の代わりになってくれれば少しは私の気持ちも晴れるだろう。11月14日、人形ができてきたが庄司には似ても似つかない。作り直してもらうことにした。11月30日、新しい人形ができてきたが今度も気に入らない。これは庄司ではない、ただの人形だ。まあそうだ、そりゃそうだよな、人形だもんな。私は庄司の代わりとなる人形が欲しいのだ。まあ代わりとなる人形、まあ実際ね、こういうその亡くなった方のね、面影のある人形をというふうにして、まああの等身大のドールをね作られる方っていうのは実際いらっしゃるようですけれどもね。12月18日、何人もの人形師に頼みあらゆる人形を作ってもらったが、どれも気に入らない。私が望むのは完璧な人形なのだ。完璧な人形というのは結局人間だってことになっちゃうよね。2月3日、出来損ないの人形ばかり増えていく。どれもこれも庄司ではない。私の庄司、私の生きがいは庄司なのだ。庄司が生き返れば私は何もいらない。まあ気持ちはわかりますよ、大事なね人だから私の命も捧げよう。まあでもこうなっちゃうとね、庄司くんも良くないかもしれないね。自分の代わりにお父さん死んじゃったわね、ちょっとあれだよね。2月5日、私は悪魔に魂を売ることにした。悪魔との契約に成功したのだ。これどうやったのかちょっと若干知りたいけどなんかね、これから毎年一人ずつ子供の魂を捧げれば13年後、人形に庄司の魂が宿り蘇ることができる。私はそれで満足だ。これから毎年一人ずつ生贄を。そこまで日記を読み進めた時、僕はページの間から小さな鍵を見つけた。何の鍵だろう。しかしこんなところに挟んでいるとはとても大事な鍵に違いない。僕はその鍵をそっとポケットに忍ばせた。その時、来たー、校長来たー。このめっちゃ校長先生っぽいですよね、これね。めちゃめちゃ校長だなーっていう感じのビジュアルですよね。閉めたはずの扉がゆっくりと開いていった。ようこそ。扉の向こうにはあのポートレートの男が立っていた。校長先生だ。手にはゴルフクラブが握られていた。やばいやばい。ゴルフクラブやめてくれ。校長先生。僕は思わずつぶやいた。お前が最後の生贄だな。もしかしたらそろそろ来るかもしれないと思っていたよ。生贄になった連中の何人かは死ぬ間際にこの校長室に忍び込む。だから私は待つことにしたんだ。そしてお前も同じだった。ヒヒヒヒヒヒ。怖いね。校長は自分の息子を生き返らせるために毎年悪魔に生贄を差し出していたのか。僕は傍らに佇む人形をちらっと見た。
新井は生贄は今年で最後だと言っていた。13年目ということね。では僕が死ねばこの人形が新井少女として生き返るのか。冗談じゃない、僕は僕だ。ここかっこいいですよね。死んでたまるか。さあ行きましょう、さあ行きましょう。このビジュアルなんかも猪木感がすごいんだよ。プロレスのね、なんかこう構えだよね。なーに、何も怖くない。怖いことは何もないんだ。お前が死んでもすぐに生まれ変われるのだから、庄司のために死んでおくれ。怖い怖い。めったやたら攻撃怖いよね。校長は手にしたゴルフクラブをめったやたらに振り回しながら僕に向かって突進してきた。どうする、どこに逃げればいい。さあさあ、ここなんだよ。これで校長室の外っていうのを前回は選んで、まあ鍵がかかっててダメだったみたいな話だったんだよね。でどうしようかな。鍵かさったって、机の下はまずいと思うんだよ。だってもう見えてるから姿が。姿見えた後じゃなくてね、これあの前回のチャット欄でもご指摘があったんですけど、あの入ってくる前ならいいと思うんだよね。この校長先生が入ってくる前ならさ、机の下に隠れとこうはいいと思うんだけど、もう見えてるからさ、今から隠れたってお前なんだみたいな話になるだけなんで、やっぱここでもう洋服ダンスなんだろうな。うん、僕はとっさに洋服ダンスに向かって飛んだ。その途端校長の動きが止まったではないか。離れろ、そのタンスから離れるんだ。なんだろうな、なんかタンスにさ、タンスに何が入ってんだろう。人形の本体が入ってたりするかな。それきり校長は僕との間合いを取り襲っては来なかった。このタンスの中には何かよほど大事なものが入っているらしい。僕は取っ手に手をかけた。鍵がかかっていて開かない。どうするねえ。で、あの鍵なのかなと思ったらそうじゃないんだよね。で、まあ、こないだ実は他の場所に逃げるというのを選択したら窓から飛び降りちゃって、なんていうか、まあ、自分死ぬ時期は自分で選ぶんだみたいな、こんな呪いで殺されてたまるかみたいな感じで主人公が自分から窓から飛び降りちゃうって話で終わっちゃったんですよね。でやっぱこれはバッドエンドだと思うんですよ。さすがにタンスを叩く、タンスを倒す、タンスに耳を押し付ける、ちょっと叩く倒すはあまりにもドラスティックすぎる感じがするので、いやーでも今も校長をこうなんとかするにはそれぐらいの勢いが必要なのか分かんないけど、ちょっと耳を押し付けるでいってみようか。まあ校長とりあえず襲ってきてないんで、ちょっとね前回ね焦りすぎました。うん、あまりに校長がちょっと怖すぎて焦りすぎましたんで、ちょっと耳を押し付けるという冷静な感じでいきましょう。耳を澄ますと何やらタンスの中から音が聞こえてくる。音。僕は思わずタンスに耳を押し付けた。中から何かが這いずり回るような音が聞こえてくる。あれかな、ゴキブリマスクをかぶった風間さんがいる。そんなことはない。間違いなくこの中に何かいる。僕はポケットの中に手を突っ込んだ。あ、やっぱここの鍵だったのか。結局あの日記帳に挟まっていた鍵だ。あれがこのタンスの鍵に違いない。僕が鍵穴にそれを差し込むと、校長は叫び声を上げながら僕に襲いかかってきた。来たじゃん、ちょっと待って、来た来た来た。僕は鍵を回しタンスの扉を開け放った。どうした、どうした。そして鈍い音が響き、校長のゴルフクラブはタンスの中のものに命中した。校長を大事にしてたもんじゃないの。庄司。校長はタンスの中に目を釘付けにしたままわなわなと震えている。校長の手からクラブが力なく落ちた。どうしたクラブの先にはべっとりと赤い血がついていた。タンスの中から鼻が曲がりそうな異臭が漂ってくる。もしかして死んじゃった庄司保管してた。怖い。僕はそっとタンスの中を覗き込んだ。僕は
そのあまりの匂いと光景に胃の中のものを吐き散らした。でもなんかあまりにね、あの岩井庄司くんと全然違うけど、タンスの中にはいつも僕のそばにいた人形のような物体がいた。人形なんだ。そしてその物体の頭はクラブで叩き割られていた。いやー、お父さん、何のためにやってきたのさ今まで。タンスの中にいた物体は茶色い肌を黄緑色の粘膜で包み込み、カクカクと力なく小刻みに震えていた。何、人形があれかな、その生贄を捧げるごとにだんだん人間になっていってるみたいな状態だったのかな。こいつは生きているのだ。茶色い肌と黄緑色の粘膜の間には赤や青の幾本もの血管のようなものが張り巡らされており、かち割られた頭からはどす黒い液体を弱々しく吐き出していた。かち割られたって、かち割りかよ。ね、甲子園のかち割り氷か。ふと周りを見渡すと、さっきまで僕のそばにいた人形がいなくなっていた。そうか、こいつが本体だったのか。僕のそばにいつもいた人形はこいつの幻影に違いない。そしてこいつはこの洋服ダンスの中で毎年一人ずつ生贄の魂を吸い取りながら成長し続けていたのだ。なんということか。おお、殺してやる。その時校長が僕につかみかかってきた。マジか、ちょっと待って。お前が庄司を殺したんだ。お父さんでしょ。やめてくださいよ、やめてください、そういうこと言うの。やめて、殺される。え、誰か助けに来る。福沢さん来る。福沢さんお願い。お、どうした。その時不気味な声が響いた。我が契約は終了せり。声が聞こえると同時に校長は叫び声を上げた。ギャー。どうした。どうした。ちょ、何が起こったのか。校長の胸が裂け、そこから赤い血が噴水のように噴き出した。やめてくれ。そしてその血はあろうことか空中の一点に吸い込まれていくではないか。私じゃない。生贄はこっち。校長は力なく僕の方を指さしたが、もはやどうなるものでもなかった。まるで早回しの映画を見ているように校長の顔は血の気がうせ、全身がミイラのように痩せ細っていった。そしてあっという間に骨と皮だけになり崩れ落ちた。床に落ち砕け散るともう死体も残らず、ただの砂山に変わり果てた。契約は終わった。悪魔との契約のことか。息苦しい。僕の心臓は口から飛び出しそうなほど激しく脈打っていた。これで生き残ったかな。生存ルートですか。終わった。僕は助かったのだ。人形の生贄にならずに済んだのだ。どうした、終わったんじゃないのか。ギャ。その時僕は突然後ろから首を絞められた。え、なんだ一体。分かってますよ、カズマ先輩。違うかな。え、こいつ生きてたの。うわ。無理やり首をねじ曲げ、肩越しに後ろを見ると頭の割れた人形が僕の首を絞めていた。え、契約終了せりじゃないの。この何、なんか残存物はどうすればいいの。これなんとかしてくれよ。人形の顔は荒井庄司に似てなくもなかったレベルか。なんということだ。契約が終わったということはこいつが生き返るということか。校長の校長が最後ってこと。13人目だったっていう話にしたってこと。そいつは歯の不揃いの口からボコボコと血の泡を吹き、焦点の合わない目でケタケタと笑った。怖い、やめてくれ。あそぼ。なんかもう赤ちゃん帰りしてんじゃねえかよ。荒井くん、そんな感じ。人形とは思えない力だ。とても振りほどけそうにない。どうする。僕はこのまま死んでしまうのか。マジかよ。ちょっと待って。せっかく体の中に生きる力が溢れてきたというのに。やばい。これちょっとこれ大事よ。この選択肢大事よ。4つ出たんだけど。1、
人形の割れた頭の中に手を突っ込む、これ勇気あんな。2、人形の首を引き抜く、これもすごいね。3、日記帳を破る。はあ、日記帳を破る、ちょっとなんかあまりにも間接的な感じするけどな。4、校長の慣れの果ての砂を人形にぶつける。あー、いやなんか魔術的には4かなっていう気がするけど、いや別にあのなんていうかこうね因果関係特にないんだけど、でもなんかこうね4で消えたりしないかなみたいな、ぷよぷよみたいな感じでこうね、あーなんか揃ってパッて消えちゃわないかなみたいなところはあるよね。ちょっと1には外科的すぎるんで、なんか下手したらこれのせいで同化するとかいうのあっても嫌なんで、ね、取り込まれるみたいなのあってもいいので、ちょっと まず4から言ってみよう。4から、うん、僕は傍らにあった校長の慣れの果ての砂を掴んだ。そして僕の首を絞めているその人形の顔をめがけて投げつけた。キー、人形は悲痛な叫びを上げるとそのまま動かなくなった。どういうことんじゃない、これ弱点だったんじゃない。人形の表面を覆っていた黄緑色の粘膜が溶け僕の肩を流れ落ちている。おお、スナック校長の肺めっちゃ効いたな。人形の弱点はこの砂だったんだ。中途半端な出来のこの人形にこの砂はひとたまりもなかったらしい。もう頭半分が溶けている。すごいな。残飯が腐ったようなものすごい匂いだが、今の僕にはそれを気にかける気力もない。どう？大丈夫？気がつくとそれはただの人形に戻っていた。うわ、僕は慌てて飛び上がった。人形の割れた頭の中から手のひらほどもある大きな雲がわさわさと出てきたのだ。え、また？また戦うの？ちょっと何段変形すんの？やめて。その雲たちはどれもが人間の顔をしていた。雲が人間の顔をしていたの？それあるじゃん、鬼滅の刃で出てきたやつだよね、それね。1匹、2匹、11匹、12匹。人間の顔をした雲は全部で12匹いた。あー、じゃあ、あれか、これまで犠牲になった、こう、生贄たち？生贄の生徒たちってこと？あー、そうだよね。これは今まで生贄になった生徒たちの魂なんだろうか。雲は頭の中から這い出てくると、吸気に溶けるように消滅していった。いやーかわいそう、やっぱ生贄になった人たちは帰ってこないんだな。ねえ、かわいそうだよね。いやーでもなんとかなったんじゃない、これ生存ルートじゃない。僕は落ちている日記に目を落とした。さっきは気づかなかったけれど、日記の中に1枚の紙切れが挟んであった。見たこともない文字がびっしりと書かれてあり、下の方に指で赤い版を押してあった。これがあれかな、悪魔との契約書みたいなやつか、きっと血の判断、まあ血判というねやつありますよね。これが悪魔の契約書なんだろう。真っ二つに裂かれ破かれたこの契約書はもう効力を持たないのだろうか。それならばいいが、ちょっと待って、まだ続くの？それならばいいがって、もう焼いちゃおうよ、焼いちゃおう。さすがに匂いがたまらなくなり、僕は立ち上がった。この事件はどうやって取り扱われるのだろう。校長ね、校長いなくなっちゃったよ。やっぱり校長は行方不明ということで警察に処理されるのだろうか。警察もわけわかんねえよ。警察もなんじゃこりゃっていう感じになるよね。気がつくとそれはただの人形に戻っていた。どうせ僕の話なんか誰も信用してくれまい。この話を校内新聞の特集の7話目として組み込みたいが、お前記者魂がすごすぎるわ。坂上くん、こんなこと書けねえよ。あの企画はあれきり止まってしまったんだっけ。坂上くん、なかなかのファイターだな。記者魂すごいね。え、まだ続く、なんかあんの？校長室を出てもとても静かだった。僕は誰もいない廊下を重い足を引きずりながら歩き、家へ向かった。そして一月ほどが過ぎた。僕は完全に体調を整え、明日から始まる2学期に臨む。今僕は思う、なぜ新井少女は僕たちの集まりに参加したのかを。そうだよね、だからやっぱ止めたかったのかな。彼は僕たちに何かを伝えたかったんじゃないのか。本当は彼は生き返ることを望んでいなかったのじゃないか。
そんな勝手な虫のいい考えが僕の頭をよぎることがある。何にせよ、すべて終わったのだ。結局、あれが学校に救う魔物の正体だったのかどうかは疑問だが、とにかく人形の犠牲となる人たちはいなくなったのだ。それがせめてもの救いさ。うわ、出てきた。僕は今も人形の悪夢を見る。おー、終わりました。よかった、これでね、まあ、セーブするということで、まあこれでにここにセーブすればあれかな、はい、 OK。 さあこれでエンディングですかね。はい、ということで今回のね、人形のラスト、なんとかたどり着きました。皆さんありがとうございます、お付き合いいただきましてね。はい、いやちょっと前回ほんと悔しかったんだよ、最後、うわもうちょいだったろうみたいな感じだったんで、まあ今回はね、ちょっと撮り直して、少し前から始めましてですね、最後までたどり着くことができました。まあ結構でもいろんな選択肢あったんでね、それぞれやっぱり選ぶとバッドエンドになるやつもあったのかどうなのかというところですけど、まあ本当にいろんなパターンこれね試せるんで、めちゃくちゃやり込み以外のあるゲームですね、ということですね。はい、ということで今回無事にねラストまでたどり着きました、よかったです。とりあえずね、今回の動画はこれぐらいにしておきたいと思います。皆さん最後までご視聴いただきまして、お付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。それでは皆さんどうもお疲れ様でした。失礼します。いいね福沢さん。